こんにちは、サクサク創作力パンダです。今回は折り紙の折り方ではなく、折った折り紙作品でレクリエーションをご紹介したいと思います。ホワイトボードを使ったレクリエーションを折り紙を使ってお伝えいたします。こちらは介護予防系の YouTuber 鉄丸さんのチャンネルから参考にさせていただいております。Facebook グループ介護士のための創作力交流広場では各種 Zoom セミナーを開催しております。鉄丸先生を講師にお迎えした時にご提供いただいたレクリエーションでもあります。動画の最後には今後開催する Zoom セミナーをご案内しております。ぜひ最後までご覧になってみてください。レクリエーションを提供する側がホワイトボードマーカーの色ではなく、文字を読んで色を答えてください。次は色です。使ったホワイトボードマーカーの色を答えてください。いかがだったでしょうか。続いて夏野菜折り紙を使って言葉遊びレクのご紹介です。こちらはニコニコ体操、介護予防、歌体操の理学療法士さんでもあります YouTuber の小峰康弘先生のレクネタを参考にさせていただいております。続いてホワイトボード言葉遊びレクのご紹介です。キュウリから2文字、3文字の言葉を作っていきます。続いて大根から2文字、3文字の言葉を作っていきます。